はい、フィールド TV 始まりました、第1回目の記念すべきゲストは鈴木千尋さんです。よろしくお願いします。鈴木千尋です。もう当たり前のように鈴木千尋登場でございます、いつも、フィールドではもう月1でくらいでは出てますね。そうですね、はい、今、生年月日教えてください。生年月日は1993年の12月2日生まれです。93年は平成5年です。すごい平成生まれですね、はい、腹が立ちます今度23。そうです、今度23ですね。今年の、はい、です、まだういういしいというのか、でももうだいぶ離れしてきたからな。そうです ね、 ですよね鈴木千尋は、今度の10月10日もうすぐですけれども、ワンマンレコアツライブがあります。イエーイ初めての、鈴木千尋としては初めてのアルバム、はい、発売。 そうです。そしてワンマンは2回、フィールドでは2回目だね。2回目です、ね、はい、ぜひぜひ足を運んでいただきたいんですが、みんなが足を運びたくなるようなインタビューを今日撮りたいなと思っておりますが、音楽のルーツについてちょっと話を聞きたいかなということで、はい、いつ頃から音楽始めました？私は、プロを志す前に高校1年生の時に軽音部に入ったのが最初なんです。軽音では何やってました？私最初ギターだったんです。でどんなのやってた？曲は、アニメソングとかやってたんですけど、うん、あ、でも親の影響でボーイとかディープパープルとかもやったりした。ディープパープル時々歌うよね。あ、そうですね、うん、ね、どこで覚えたみたいな感じがするんだけどそうそう、でもルナシーファンだよね。あ、今は、はい、そうなんです。ルナシーいつ頃から好きだった？ルナシーはでも結構遅いんですよ、専門2年生から。あ、そうなんだ、その遅いんだ、はい、遅いです、すごく。だから割には隠れ影響を受けてるよね。そうですね、河村隆一っぽいよね、歌がね。そうなんですよ、バレにくいんですよ、私。そのバレにくい、俺にはよくわかる、うん、そうそうそう、思いっきりルナシー入ってるなって感じがしますけれども、で、エレキ最初？最初はエレキです。エレキから入ってアコギに移ったってこと？そうなんですよ、でもアコギは小学5年生の時にアコースティックギター部みたいなのがあって、 それにちょこっと入ってたんで。最初から持ってたんだね。持ってました。あ、はい、お父さんベーシストだね。そうです、お父さんベーシストですそうなんだよね。フィールドに来るようになったのが専門学校の時ですね。あの時19歳 ?18 歳、確か18だったと思うんですけど、ね、超生意気なメールをそれ覚えてないんですよ私歌はすごいんですけどみたいなね、もう自信満々なメールを送ってなんだこの子ってなってきて、あ、でも確かにね、うまかったけど、うん、まあここまでの間にだいぶその鼻っ柱をへし折ってやったっていう、はいはい、めちゃめちゃ笑われました、ね、で曲作りはいつ頃からやってました？曲作りは実は高校生の時に1曲作ったのが初めてなんですけど。何かで発表したの？いや、知ってないんですよ。専門学校1年生の最初のライブの時に、初めて人前でやったんですけど。じゃあ高校時代はじゃあカバーとかコピーバンドみたいなこと？そうですね、ずっと。はい、じゃあオリジナルで行こうってのは専門学校になってから？そうです、完全に、はい、今鈴木千尋という名前でここまではまあ、ソロシンガーというかで形をで今まで活動をしてきたわけだけれども、この10月10日をもって、はい、10月10日をもってですね、はい、ユニット化するという。そうなんです、ですね、はい、でなので10月10日は鈴木千尋解散ライブという一人で解散する、一人で解散します鈴木と千尋に解散する解散し、ユニットとして再出発と言いましょうか、スタートを切ると、はい、いう記念すべきライブが10月10日月曜日祝日、18時会場18時半スタート、はい、でございますので、そうです、ぜひとも、聞いてほしいんですが、その時に、発売になりますアルバムのタイトル曲が今流れておりますモーニンググローリーということでございます。はい、うまい流れでしょ。そうです、そう考えたんです是非ライブへの意気込みを。はい、私鈴木千尋のソロ最後のライブになるんですけれども、最後ワンマンライブという形で締めさせていただけるのはすごく本当にありがたいお話だと思ってるんですけれども、 CD の出来上がりもですね、もうすごいものになっておりますの で、ライブももういや女の子でこんなにやるのかよみたいな感じのすげえのやるんで、すげえやつをすげえやつをやるんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。では鈴木千尋でした。ありがとうございました。ありがとうございました。